皆さんこんこにちは滝沢勝成でございます、えー、1本目の動画では、えー、とてつもなく大嘘をついてしまってすみません、えー。動画の冒頭で今回はギターを弾く時の姿勢とかフォームの話をさせていただきたいと思いますなんて言った割には全然しねえじゃねえかと。 え全然ギター出てこねえじゃねえかと。えー、全然地味な話じゃねえかと。体のコントロールってどういうことやねんっていう感じでしまって、えー、とってもみんなから怒られてしまうんじゃないかなみたいな感じになっちゃって、すみませんけど本当ね、すっごい大事なとこだと思うんで、ぜひ参考にしていただきたいところなんですけれども、<laughs> おいなんだよ、滝沢がっかりだよっていう方に向けて、今回の動画ではちゃんとギターの話をしようと思っておりますので、えー、安心してついていた,だたいただけたら嬉しいところでございます。まあ1本目の動画もね、すごいいいこと言ってると思うんだけどね。 とっても大事なこと言ってると思うんですけどね。えー、そんな感じでございます。しお願いします。でも、1本目の動画でほぼほぼ答え言っちゃってまして、あの、いいフォームっていうのは、楽に弾けるフォームのことです。で、なおかつ、普通に椅子に座ります。楽に,にしてます。楽な状態。で、ギターを弾くときのいいフォームっていうのは、これと全く変わんないっていうところ。えー、これとほぼほぼ変わらないフォームがいいフォームです。体がリラックスしてます。 でこの状態からギターがポンときた時に、えー、そのまま弾けるこれがいいフォームです一緒にやってみましょうまずは椅子に座ってリラックスをしますベベン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 ,ベン手も膝に置きましょうか膝で見てベベン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 ベ楽チン楽チンでステップ2ギターを 右足に置きます。これ、エレキギターのアコギも全く共通です。一部の,そのフライング V とかね、スタインバーガーとかいう、そういうちょっと変形ギターに関しては、ちょっと話は違うんですけども、普通にテレキャス、レスボール、ストラーと、普通のアコースティックギターに関しては、ほぼ共通なので、一緒にやっていただけたら嬉しいなと思います。このくぼみを右足にボンドを乗せます。で、両手は膝。で、この状態で、えー、さっきと全く同じようにリラックスをしていると。体が前に傾いたり。 左右に傾いたりとかすることなくさっきと全く同じ状態ですういリラックスをしているという状態そうするとギターがちょっと斜めになっていると思いますギターがこの平行とかだと肩がこう浮いてしまうので、えー、このギターを小分けに抱える感じでちょっとこのギターがねドレッドノートとかそういう大きいギターだったりとかあの女性の方だったらそのねちょっとこの体が小さい方だとねちょっとギターをこうね ーってうーこて膨らんだりとかするかもしれないんですけども、えーまあ、そのサイズに関してはまあそれ仕方がないとして、まあ、こういう感じでできるだけ最初の普通に座っている時のフォームと全く変わらないリラックス楽なところを意識してやっていただきたいとでギターのネックが僕の場合は結構45度ぐらいですこんな感じ45度ぐらいに傾いていますで右腕と足の付け根とお腹 の3点がくっついてるはずです。これ、ストラトキャスターとかだとですね、そのコンターって言って、ここにその斜めのこのね、この切り取り加工っていうんですかね、ここにこの斜めのコンターってものがついて,てそこがこの体をしっかりフィットしてると思うんですけども、いかがでしょうか。これがい、e、フォーム、その位置です。で、実際ギター弾くときはですね、それぞれこの手を曲げなければいけないんですけれども、ちょっと次行ってみましょうか。次、 試したいのが、右腕をこの膨らみのところに乗せるという動作です。エレキギターでもアコギでも同様、同じです、同じ。やってみましょうか。右腕をボンと、この膨らみのところに乗せる。で、この時に大事になってくるのが、さっき1本目の動画であった、この肘だけ曲げるっていう動作ですよね。ボンと乗せるだけだと、やっぱこう手首がこうダラダランと下がっちゃうんですよ。 今、この外側に手首が下がっちゃってるので、ここからそのストロークしようと思っても、ここから引けないじゃないですか。なんで、この右手を弦の位置までぐーっと持ってきてあげる必要があるんですけども、その時に肘を曲げる動作が入るわけですよね。で、この肘を曲げる動作をするときに、肘を曲げる筋肉だけを使うと。すごい極端に悪くやると、肘を曲げます。で、この時に肩が一緒にこう上がっちゃいます。とか、ダメ。 肘を曲げます。その時に手首も一瞬こうねあのカチンコチンになってその固まってしまいますこれダメ肘を曲げるんだけども肩から、えー、またこうさっきの肩から腕という紐がぶら下がっている状態でその腕という紐がぶら下がってるんだけれどもこの膨らみのあこぎの出っ張りの部分に紐が乗っかっているだけなので手首はダランとぶら下がっている状態になっているとブラン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 って力が入ってないよという状態 これを目指していただきたい。で、この時に、一本目の動画であったそのね、肩だけ曲げるという動作が苦手な方だと、やっぱりこの抱えた時点で、ちょっとこうどっかに力が入ってしまってるんですけども、えー、肘だけ曲げるという動作をすごく意識していただきたいと。で、最終的に右手がピックを持って、弦の一部にこうね、手首をこ返すわけなんですけれども、えー、これで右手のフォームが完成と。腕、右腕と、右腕、お腹、 そして右足の付け根。この3点でギターを挟み込んでいって、で、これでもうギターがホールドされている、安定している状態、えー、これでこの保持されている状態になるはずなんです。右腕、お腹、右足の付け根。この3点でギターがホールドされている状態になるはずです。左手はギターを支えるためには一切使えません。SG とかヘッド落ちするギターに関してもほぼほぼ使わないんですね。左手がギターの重みを乗せるとか、支えるってことはまずないので、 これで右腕のフォームが完成となります。いかがでしょうか。で左手を、えー、目の前にこのネックが来ていると思うので、左手をネックに持ってきて、えー、フィンガリングをしたりとかするんですけれども、ちょっと今回に関してはブラッシングでいきましょうか。左手で、えー、4本の指すべてを使って、6本の弦すべてに軽く触れた状態にして、でピッキングをすると、まあ、このツッっていう状態になるんですけれどもで、このツの状態でストロークをしていきましょう。ツ、ツ、ツ、ツ,ッツッ、ダウン、アップダウン、アップタウン、アップタウン。 でいいフォームとしてはこんな感じで肘が曲がって手首が回転してるだけっていうフォームです悪いフォームは肘が曲がってるんだけど肘から先も固定されてしまってこういう感じで腕から先が棒のようにまっすぐになってワイパーみたいな感じになっちゃうこれはよろしくないどっちかっていうとねあのー、この本のなんかこのほこり取りというかはたきのように 右手の手首から先がパタ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 と手首の回転を使えるようにするとすごいベストです一緒にやってみましょうか左手ですべての弦を軽く触れた状態にして肘だけを曲げて右肩全く力を入れずに手首の回転だけで右手の手首の回転だけでピッキングをしていくと でこれを、うん、イメージとしては、まあ、誰かとおしゃべりしながら1時間ぐらいテコテコしてても何の問題もないぐらい、えー、とにかく楽しみにとにかく負担なく,とにかく効率的に、えー、最短距離でピッキングをしていただきたいと。こんな、ね、あのブラッシングの動作だけでいいのでひたすらこれを繰り返しながら、えー、自分の右肩手首の動き腕その他もろもろ どこに力が入っていて、どこがどういうふうにこう、ね、筋肉動いているのかな、どこを動かせば効率的なのかな、どこがいらないのかな、そういったことをひたすらこの体と対話をしながら弾いていくんです。これだけでも結構いろんな発見があると思うので、ぜひやってみてくださいませ。何とも言いますけども、普通に座っているときと全く変わらない雰囲気でギターを弾くというところでございます。特にその体幹 ギターを持った時点で体幹が前にぶれたりとか左にぶれたりとかすることなくまっすぐなままやってみてくださいませで。そういうのをずっと繰り返していくとギターを弾いている時に肩が凝るとか腰が痛いとか疲れるとかそういったことがどんどんどんなくなってくるかと思うのでぜひチャレンジしていただけたら幸いでございます。でこれ以上に関しては正直なところ結構人によりけりなところがありましてまあやっぱり人間って腕の長さとかその、まあ、その背丈格好いろんな、ね、あの大きさの方がいらっしゃるじゃないですか でなおかつそのギターの形状、厚みとかによってもその、ね、あのフォームとかもだいぶ変わってきたりとかするので、えー、それぞれのケースをちょっと直接見てみないとなんか、ね、どうしたらいいのかという話は具体的にできないんですけれども、えー、まあもし、ね、その辺興味があればあのレッスンとか検討していただければいろいろと見させていただくんですけれどもとりあえず僕から今回動画を通して言えることとしては以上となります。いかがだったでしょうか。 まあ結構地味な話が続きましたけどね、すごい大事なところですし、こういったものをしっかり習得できると、修練度を上げられると、まあ、ギターを弾くのがね、単純に楽しくなるし、やっぱ疲れないからね、どん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 弾きたくなるというか、弾けるようになってくるので、えー、ギターを弾く楽しい、でいっぱい練、いっぱい弾くイコールもっと上手くなる、で、練習が楽しくなってもっとさらに上手になるみたいな感じで、いいスパイラルが生まれるので、ちょっとめんどくさいところではあるんですけども、いろいろ意識をして覚えていただけると嬉しいなというところでございます。よろしくお願いします。 では、今回の動画は以上とさせていただきましょう。何かご,ご意見、ご感想、リクエスト、その他、盛り物がありましたら、ぜひチャット、コメント、残していただけたら、幸いでございます。もしくはねあの、オンラインレッスンもやってますので、もし皆様の方で、竹原さんに一回フォームを見てもらいたいのは、私のフォームどうかな、なんていう方がいらっしゃったらですね、ぜひあのオンラインレッスンとか、まあ、もちろん対面のレッスンも歓迎ですし、そういったものも通していただけたら嬉しいなというところでございます。はい ではそんな感じで今回も長く,な長くなりましたけども、えー、終わりにさせていただきたく思います。よろしくお願いします。それではそんな感じで今後も一緒に楽しくギターをモリモリ練習楽しくやっていきましょう。さよならクッパいじゃあね、頑張ってくださいませ。ワーン